はい、皆さんこんにちは。動きのコツ研究所リハビリセンター理学療法士の西川和弘です。今日はですね、立ち上がった直後にフラフラとして倒れてしまいそうというような方のお悩みに対してですね、今日は立ち上がるところから説明をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ではですね、この立ち上がった直後にフラフラとしてしまう方に向けての動画になります。今日この動画を見ていただいて変化が感じられるかと思いますので、ぜひ楽しみにこれからチェックしてくださいね。ではいきます。まずですね、何か持ちながら必ずまずはやってみてください。そして普段通り立ち上がってみた時の立ち方ちょっとチェックしましょう。あ、やっぱりいつものようにゆらゆらしてるなと。じゃあですね、皆さんこの時に何が感じられてないかがポイントなんですけれども、今日は実はこの体のお辞儀のところに問題があるんじゃないかと思って説明していきますね。普段皆さんお辞儀と言ったらこうやって頭をね曲げるだけのお辞儀になっていったりしないでしょうか。お辞儀こうして、あ、お辞儀してるって立ってで、フラフラしてしまう。これは実はですよ、皆さんお辞儀ではなくて頭を曲げてしまってるだけなんですね。お辞儀というのはこの付け根から曲げていくことが大事ですから、頭でヒュッという曲げるのではなくて、このここですね、お腹の下から曲げていく、そうすると足の方に体重が伝わってくるのがどうですか、分かりますか。これがですよ、ただ頭だけだったら足に体重が移ってきてくる感じが分からないかもしれないです、皆さん。ですのでしっかりとこのお腹の下付け根から曲げていくと、あ、足に体重が乗ってるな、それが確認できたらゆっくりと立ち上がってずっと足を確認してみてください。そしたらですよ、最初にフラフラしてた状態ではなくて今は足がどっしりと支えられてるんじゃないですか。はい、ですので今日は皆さんこのね、体が頭だけでお辞儀ではなくてしっかりと付け根からお辞儀をすると、ここを感じられてね、足全体が支えられたらその後の立ってるバランスも安定してくるんです。ぜひ試してやってみてください。もしわからないようなことがあれば下の方にありますのでコメント欄、こちらにご相談ならね、いただければと思います。そしてホームページの方ではですね、今いろいろと YouTube がたくさんあるんですけれども、どれを見ていいかわからないというような方もおられるかもしれません。その場合は動きのコツ、例えば足だったりとか手だったりとか、もしくは内反というような症状でですね、初めに動きのコツって打っていただいて、それから症状などを打っていただきましたら動画がたくさん検索できる、ね、仕組みになっておりますので、ぜひ皆さんも試してやってみてください。